後崎チャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日はですね。はい。来年、うん、ひょっとしたら、うん、この秋季キャンプ見ててね。はい。秋季キャンプ見た中だけで、うん、どういうことしてるのかを、まあ俺はまあ見に行くことができないから、はい、まあネットニュースとかで見て感じた中で、はい、ひょっとしたら、うん、来年劇的に変わるんじゃないのかなっていう。え、何が劇的に変わるんですか。そう、チームのある。あるチーム。あるチームの、はい、ある部門が、うん、ひょっとしたら、はい、今年で言うと、はい、ワースト2位の成績なんだよ、そのチーム。ある成績が。あるチームの、ある部門の、がそのリーグワースト2位の成績なんだけども、はい、ひょっとしたら、うん、来年、うん、変わるんじゃないかっていう。なんかいい練習してるなって思ったってことですか。っていうのもあるし、はい、あ、そういうことやったんやっていう。何それどのチームでも12球団のうちの一つですか。そう、ロッテ。ロッテ。いや俺ロッテの秋のキャンプ見てて、はい、率直な印象ね、はい、このニュースがそんな珍しくて新しいことやってますっていうニュースなのっていうのが率直な感想だったの、はい、そのニュース見た時に、はい、ずっとやってなかったの。いや当たり前なんじゃん。あら、ひょっとしたらリサーチかけて、はあ、そうなんや。何それ待って、佐藤さんの時は当たり前のようにやってたことを、うん、今全然やってなかったんだっていうことですか。そうそう、うん、だってあ、そうなんと思って、はい、待って、ロッテでもあたもうこんなの取り組んでて、はい、練習にやってますみたいな言うわけ、はい、そんなびっくりするような新しいことなの、じゃあみたいな。あ、じゃあ佐藤さん引退してから、じゃあその練習やってなかったってことですね、きっと。まあ、引退してからっていうか、まあ、近年やってなかった、うん、その人がいるのにっていう。その人がいたのに、その人がコーチだったのに、うん、やってないかったの、そやんみたいな。ワースト2位だった部門ですよね、うん、打率。そうだね、打率が、うん、今年2割3分1厘と、はい、西武がワーストで2割2分9厘、はい、2割3分1厘とワーストなんで、はい、2位、うん、でもひょっとしたら、うん、ここが劇的に変わるかもしれない、うん、へー、見た時のニュース、はいはい、まあ、それはまあ福浦さんなんだけどね。おー、はい、だからその秋のキャンプでね、ロングティーを黙々とやってますとか、はい、うん、あとはバットを打ったやつ投げて正面に飛ばすとか、はい、あとはティーを真上に打つ練習とか、はい、だから言えば普通のバックネット裏でティーあるじゃん、うん、あれを打ってバックネットを超えるぐらい高く打つのとかを新たに取り組んでみたいな書いてる、はい、新たに何みたいな。佐藤さんだけやってたわけですか。俺はだって福浦さんにずっとついて練習してたから、うん、こんなのはもうロッテの中だったら20年以上前から、はい、やってるわけよ、はい、今は2023年、2年でしょ、うん、だからもうそうそう、だから20年以上前からやってる練習なんだ、はい、こんなのがね、うん、それが新たなっていうってことは、はい、福浦さんってバッティングコーチだったのに、自分の思い通りの指導をやらせてもらえなかったんだって思って。おー、だってもし自分の思い通りのことだったら、こんなのは当たり前の練習だから、福浦さんにとってはね、はい、うん、やってたはずなわけ、はい、ずっと今までもね、うんうん、それが記事で新たなって出るってことは、はい、新たにやり始めてるってことでしょ、はい、っていうことは要は今年だ、今ヘッドコーチになったけど、はい、だからそれまではやってなかったってことでしょ、うん、あ、だからそっか、だからやらせてもらえてなくて、今ヘッドコーチになったからその練習を取り入れられたってことですか。だから周りから記者からは新たに見えるわけじゃん。ああ、そっか。だってずっとこの 2,3 年ね、うん、一軍に来てからもそうだけど、はい、ずっともし仮にやってたら、うん、新たなとか言われないじゃん。そうですね。だ、要はやってなかったから新たなって言われるわけでしょ。はい、あ、ということは福浦さんってあんまり何もさせてもらってなかったんだと思って。ああ、なるほど。じゃあなんかまあネットとかでは、うん、なんか福浦さんも責任あるとかみたいな、まあ一応バッティングコーチだからね。うん、っていうところの名前上がってたけど、はい、じゃあこれちょっと違うよねと。
え、そのじゃあ練習内容って誰が決めてるんですか？ヘッドコーチなんですか？まあそれは監督かもしれないし、はい、そのだから今までだった井口さんかもしれないし、はい、川野さんってコーチもいたから、はい、その人かも分かんないし。そうか、まあその上の人たちがこういう練習をしようってまあ決めてるから、うん、そうそうそう、誰に権限があるかがちょっとよく分かんないです。そうそうそう、だから補佐的な役割だったのかなと。あー、だから練習内容は決めてないけど、うん、みんなのバッティングをこうアドバイスしたりとか見たりっていう役割で、なんかその時も、うん、なんかもうちょっとこうやってやった方がいいんちゃうかとか、こうやってやった方がいいんちゃうかってなった時に、はい、だからやっぱりその理論が違うから、福浦さんっていうのは反対方向から打っていったらいいんじゃないのかっていう、はい、だから右バッターだったらライトからみたいな、うんうん、左バッターだったからレフトからみたいな、はい、打っていってそんな引っ張るのがあっていつでもできるんだから、そこまでそんな引っ張るの、ね、とかばっかりやってたら、うん、広角に打てなくなって打率上がんないから、逆方向中心にっていう、もう練習はね、うん、で打っていって最後の数本を思い切っても、だって嫌だよ、はい、練習なんて引っ張ってホームラン打とうと思ったら、はい、いつでも打てんのよ。そうなんですか。それどんな球、アウトロー来たとか打てないよ、はい、それはもうバッティングピッチャーが打ちやすいとこ投げてくれて、レフトスタンドにホームラン打とうと思ったら、はい、いつでも打てんのよ、うん、それ100発100中打ては難しいかもわかんないけどね、はい、であとはそのそういうタイプじゃなかったら難しいかもわかんないけども、うん、まあ、そこそこ、だって俺ぐらいの選手がよ、はい、年に15本前後のホームランの選手でもよ、はい、打とうと思ったらいつでも打てるわけよ、レフトにね、引っ張りだったら、うんうん、だからがそんなことばっかりやってても、はい、あのダメだから、うん、しっかり広角に打てるようにして、うん、いつでも打てるのは最後にパンパンとあの3本ぐらい打って、はい、これこの時いいじゃんみたいなんだったけども、うん、なんか違う理論だったらしくて、はい、どんどん引っ張っていかなきゃみたいな、はい、理論だったらしくて、信念が、あ、そうそうそう、はい、だったらしくて、だから福浦さんの多分やりたいようには多分できなかったんちゃうかっていうね、でそれが、うん、今回そうなったわけじゃん、うん、練習方法、はい、あ、じゃあひょっとしたら良くなっていくんちゃうみたいなっていうのを見て思ったの。でしかもよ、うんうん、その二軍監督が、はい、多分出したばっかりだけど、はい、三郎になったわけでしょ、うん、で三郎福浦さんも、うん、もう亡くなられたけど名将高畑さんのコーチングを受けて、はい、三郎もすごい良くなってきたから、高畑さんの練習方法もこれには加味されてるわけよね、はい、ってなったら二軍の監督も三郎でしょ、うん、そしたら多分1、2軍のサブと福浦さんの教え方が一致するから、はい、あ、違ったこと教えないから。なるほど、 これ、ね、ここも大事なのよ、はい、1軍と2軍っていうのは、うんうん、それみんな人それぞれあるから、うん、やっぱ感性とか知識とかいい悪いってなんかその自分の中で良しとするものがあったら、やっぱ同じ人間で意思疎通が図られてても違う価値観を持ってる人とかいるじゃんね、うんうん、でそうなってきたから教える方はいいかもわかんないけど、教えられる方は何やってんだ1軍に上がってきたら、2軍の人お前何そんなやってるから打てねえんだよってなっても困るじゃんね、うん、はい、ってなった時にもしバッティングっていう一つのカテゴリーだけで言うと、多分サブと福浦さんだったらあの多分同じ人にも教えられてるし、うん、はい、同じ理屈も持ってるし練習方法もほぼ変わらないから、うん、ひょっとしたらその風通しも良くなって同じことを教えていって今までに打てなかったことが打てるようになってくるかもかね。ああ、そうですね。でもここほぼ1軍2軍で共通してると入れ替わる選手も楽なの、ここから上がんなくていいですね。そうそう、楽なのよ、うん、しかも練習とかも、はい、そんなの福浦さん俺らずっとやってたじゃん毎日みたいな。へえ、マリンのねバックレット、はい、外出るかなって打ってたからね。へえ、球場ごと全部超えるからみたいな。いや、そうなんですね。どこの球場でも、はい、ああそうなんだ。打つぐらいスピンかけて上に打つように打ったりとか、はい、うんうん、バットをセンター方向に打たなきゃいけないから投げてセンター方向にバットがまっすぐ飛ぶようにとか、はい、うん、だから俺バット投げるのとかめっちゃうまかったの、投げてる。そうなんです。そういう練習もしてるからね、はい、離すっていうね。へー、とかロングティーで、だって福浦さんとか俺ずっとあのロングティー毎日何百球もやってて、はい、交代交代で、はい、でホームベースからロングティー前からティー投げてもらってバックスクリーンに入る練習してた。バックスクリーン入ってた、俺も福浦さんも、はい、下から投げてもらって、しかも正面、うん、横から投げてもらったら簡単なんだけど、正面から投げてもらってバックスクリーンに入れるのって結構難しいんです、はい、でそれを2人でどっちが何球入るかって言って、はい、重たいバット福浦さんとか持って2人でずっとやってた、うん、体の使い方作らなきゃみたいな感じ。佐藤さん的にはもうその練習がすごく良かったし効いてたっていう実感があるってことですね。そう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 、うん、でそれは他のサブローとかもそうだし、はい、もう良かったと思ってるだろうし、うん、ってなった時にそれが新たな練習ってなってたから、はい、記事で、はい、え、福浦さんコーチなのにそれやらせてなかったら福浦さんコーチの意味ないじゃんと思って。へー、そうですね、うん、でそしたらだからそういうのやっていてもし馴染んできたら、うん、だから今もなんか連日ロングティーとかやってるけど、はい、そういったところでやっぱホームを
ロングティーをちゃんと打てないやつが、はい、ピッチャーが投げてたらもう打てるわけないじゃん、うん、だってな打ちやすいとこ投げてくれてるのに、うん、それが遠くに飛ばせない、はい、ってなると、まあ、勢いがないから飛ばしにくいんだけど自分の体とか足とか全部最大限使って打とうとすると届くのよね、はい、そういうのがスタンドインできないやつができないじゃんね、はい、これ間違ってもね横から投げちゃダメなのよ。こっから打つときにこうやって投げちゃダメなのよ、はい、そうしたら誰でも出るから、うん、こう構えたらそっちから投げてもらわなきゃいけない。ボンボン前からもうピッチャーのどこから下から、うん、これは何気にでバックスクリーン使うからそれ何気に難しいのよ。皆さんぜひやってみてください、これがね本当バックスクリーンまでポン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 入るようになったら、はい、それはもうすごい伸びてくる。わあ、でもバッティングフォーム的にはロッテじゃもう打撃楽しみですね。そう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 。なんかやっと本領発揮かみたいな出てくるんじゃないかと。なんかだからそれ見てあ今まであんまりやってなかったんだと思って。いやだってこれ衝撃的だったんだから。はい。それ見て新たにって書いててやってなかったんだっていう。え、俺からしたら新鮮でもなんでもないんだよ。やってたじゃんみんな。当たり前にやってたよなっていう。うん、だからひょっとしたら、うん、グッとたり良くなるかもしれないね。あ、これはロッテファン期待ですね、うん、しかも若いやつも多いしね、はい、安田とかもいい感じで覚醒してきて、うん、さらにもう一つね、勝っていく可能性もあるし、ね、はい、そういった意味では、まあ、いい練習してたから、うん、あとは本人たちがね最後は自分たちがどうタイミング取るかが大事だからね、はい、そういった意味では、まあ、いい準備できてんじゃないのかなっていうところもあるんでね、まあ、どうなんやろっていうね、もう福浦さんも頑張ってもらわないとね、はい、頻打になってたらねもう俺福浦さんダメやって言うしかなくなっちゃうからね。でも俺はそこは忖度したらね、ダメなんだよ。俺のキャラがね、はい、崩壊しちゃうからね。そうですね。身内には厳しく、はい、っていうところもあるんでね、はい、でもあのいつも言ってるけどね、うん、あの褒めてほしければ活躍しろっていうね、はい、活躍したら褒めるしかないからね。そうですね、うん、グッドバッドをねちゃんと言いますもんね。そうそうそう、うん、そうそう。でもまあそういったところではそのなんかいろんなところを見てね記事だけだけど、はい、ひょっとしたら変わっていくんじゃないのかなと思ったんでね、まあ楽しみですね、まあ、また来年キャンプ行くのがね、はい、楽しみですよ。はい、はい。